お店の追い皮がすごい色出てきました。金平も全開です。ほらすっごい綺麗でしょね。最初銀色だったんだよな、この追い皮。もう追い節も出ちゃってすっごいかっこいいね。でこのやっぱね、溶岩がねいい感じになんか水質安定してるような気がします。ものすごいコンディションいいです、マジで。もうなんでだろう、この間までそうでもなかったんだけどな、この溶岩入れるまではな結構パッとしなかったんだけどな。やっぱ溶岩って効くんだな。超綺麗でしょ、追い皮。うわ、追い皮って今まで何回か買ったことあるんだけど初めてですよ、こんなに色出たの。色出なかったからメスだったのかな。じゃあ、いやマジ綺麗ね。結構ね、ほら、タナゴにね、食われて、多分カネヒラが食ってんですよ。葉っぱがね、なくなってんの。水草。ね。いいっすね。水槽っつうのは優雅ですな、本当に。ね、いい感じでしょ。赤ひれの色があれだよね。だいぶ落ち着いてきたね。やっぱり水温の関係なんでしょうね。やっぱり3月ぐらいすっごい一番いいことだったな、赤ひれタビラは。ね。水温だいぶ上がってきたから、やっぱ金平がね、すっごい綺麗になってきたんだ。超綺麗。あと、追い皮ね。ほら、すっげえかっこいい。マジで。はい。ということです。